平正盛は平安時代後期の伊勢平氏の武将、北面武士。父は平正公、平平清盛の祖父にあたる。白川上皇の院政に伊賀の所領を寄進するなどして徴用され、警備士、追武士として諸国の盗賊を討伐するなどして活動した。反乱を起こした源義地を討つ命令が、 父親の源義の家に下るが、義家が死去したため、その後継者である義忠に、義地下討伐の命令が下る。しかし義忠は兄を撃てないと躊躇したため、義忠の衆徒である正森が代わりに討伐に向かい、天人元年に乱を鎮圧したとの知らせがもたらされた。その功績により、田島守に助任。あと、天栄元年単語神、永久元年備前神を務めた。 ただし、吉地下の討伐において、実際に、吉地下を撃つことに成功したのかは不明であり、この事件後も、吉地下を名乗る人物が何度も登場し、史上に痕跡を残した。当時も有猛な吉地下をそれほど部に優れているとは、認知されていなかった正盛が撃ったのかについて、疑問があったことは、中身か宗胸ただの日記、中浮などにも記されている。保安元年さぬきか 日付イコール旧歴、宮崎康光、国史部人族軍書類従関西会や、中見門右大臣、藤原宗忠、中浮党参照。古沢直人、無本に関わる、君交渉、中世初期の、無本と平時の乱 ISBN978 から、4から 642029537P49 から52。ありがとうございます。